総持寺は、神奈川県横浜市鶴見区鶴見二丁目にある、総当州の仏教寺院。永平寺と並ぶ日本総当州の中心寺院である。1911年に、石川県府下市郡門前町から、現在地に移転。三号は、諸学山。本尊は、釈迦如来。寺門は57霧門。能登国士、秘将の信言、立州の教員。 諸学観音堂が、総持寺の前身である。1321年総当州4世の経山常勤は、諸学観音堂への入院を、住職の定権から壊れる。同年に、定権より、諸学観音堂を寄進され、次号を、総持寺、3号は、諸学観音堂にちなみ、諸学山と改名し全員とする。1322年、 五代五天皇より、相当玉物もの紫出世第一の道場のお臨時を、受けて、漢字、大本山となり、相当州を交渉する。住職を五つの達中からの臨番制となる。1615年、徳川幕府よりハットが出され、永平寺と並んで、大本山となる。仙台駅同意公独獣制となる。1898年火災で消失する。 1911年、神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目の現在地に移転。同年11月19日に開かれた国際オリンピック大会選手予選会では1万メートル走のスタート地点となった。石川県和島市門前町の旧地は総持寺掃院と解消された。敷地面積は約50万平方メートルあり、 横浜市鶴見区の広域避難場所の一つに指定されている。境内には、仏殿、大祖堂を、はじめ多くの道具があり、鶴見大学などの学校施設もある。本尊釈迦如来像を安置する仏殿よりも、道元経山上金など、歴代の祖師を祀る、大祖堂の方が規模が大きいのが特色である。総持寺は、1911年に、石川県から、 神奈川県に移転してきた寺院であるため道具の大部分は近代の混流であり、仏殿をはじめとする主要建物の多くは20世紀前半の本格的な木造建築である。大祖堂、山門などは太平洋戦争後に混流された鉄筋コンクリート造りである。よそから、総持寺で来移築された建物の中には金星末期のものも若干ある。 1970年3月6日には火災があり上昇電が消失する。2005年に仏電など16件の建造物が登録有形文化財に登録されている。境内には横浜市で起こった鉄道事故である桜木町事故と鶴見事故の慰霊碑が混流されている。太平洋戦争中、東京警備軍横浜警備隊が置かれ、 1945年8月終戦反対の反乱を起こした。三松角三道と三角仏殿鉱石台向きから門林十独十台場だった増重要文化財は以下の通りである。登録有形文化財は以下の通りである。仏教系学校を運営する学校法人総持学園を三加に持ち、鶴見大学他を三内に置く。総持寺を護持する総持寺派の 総和会がある。永平寺派の誘導会と並び総当集を2分する。総和会の本部は、東京都港区アタゴの3の4大本山佐都市持ち、寺出張所内に置かれる。同地には、伝宗院がある。当事院は、自らが所在する横浜市を本拠に活動している、プロサッカークラブ、横浜 F マリノスへの支援組織の一つ。 横浜 F マリノス法人会の会員となっており、2013年5月15日、現在、ゴールドメンバー会員 F マリノスのシーズン中の必勝祈願を、当事員において取り行っている。ありがとうございます。